やあ、施設のケースだよ。ライート。今回から第2作目。嘘食いドラゴンと、なんて読むこれ。なんて読む、なんとか色の夢食い。まあ、とにかく新しい第2作目入っていきます。ライート2です。多分これ、エフィーナなんだろうな。エフィーナは続けて出てくるんだと思う。けど成長しとるね、これ完全に。12歳ぐらいになったんかな、見た目的に。前の4歳から12歳って、ドラゴンがいくつ年齢、どれぐらいで年齢重ねるか分からんけど、まあ、そんくらいに見えるような気がするよね。成長早いな、お前。あ、間違えた。全部データなんか作ってるわけないやろ。ニューゲームじゃん、ニューゲーム。羊が出てきた。昔、あるところで白くてこうとした羊がいました。羊は人の悪夢を食事したし、周りに住んでいる人間の悪夢を食べて生きていきました。とある日、羊は悪夢の味に飽きてしまいました。悪夢に味がんかあるのか。そしてお前は何味好きなんじゃ。グレープか、グレープか。その時、目の前の少女がとても楽しそうな夢を見ていました。羊はその楽しそうな夢をこっそりと食べてしまいました。とっても美味しいぞ、羊はお喜びしました。夢を奪われた女の子はその後抜け殻のようになってしまいました。えげつない話が始まったよ。えげつない話がもう始まったよ。めでたし、めでたし。どこがやねん。どこがやねん。今の点々点も、え、本当に今の点々点やってさ、今のどこがめでたいんやろみたいな感じに考えとったな、今、読み手の人も。僕は何のために生まれたんだろう。どうして僕は人の夢を食べてるんだろう。このままでいいのかな。このまま食べたままでもいいのかな。今更や。ん？もう寝ないと。めでたし、めでたし。めでたくないな。絶対これめでたいわけじゃないな。悲しいよな。帽子が少し大きいな。まあ問題ないだろう。ねえ、本当に持って行っちゃってよかったの？あの人は寝てたよ。いいんだよ。だって代わりにちゃんと俺の服置いていってだろ。そういう問題じゃないよ。誰だか知らんけどそういう問題じゃないよ。お前の服で金もほとんどなくなっちまったしさ。でもあれ、でもあれ、一つ前の町で馬のあれに落ちてとても臭かったよ。えげつないもん渡したな、おい。サービスだよ、サービス。どこがやねん。ん？あ、左下にエフィーナがおって、右は完全にレオじゃない、レオじゃない、別の誰かになってる。レオがこんなやつになるはずがない。いくら詐欺師とはいえ、顔までもう見た目まで整形するようなやつではない。そんなわけない。バッチか。何それ。これは絶対エフィーナや。なんか服装変わっとるけど、なんか服装、色合いすらも変わってしまったけど、これはエフィーナじゃ絶対。警備員がつけてるもんだな。あいつ、あんなアホ面して警備員だったのかよ。アホ面や。部屋ボケしてると見た。この先のグラクシスのところの。ハロッド。惜しいな、ハロルド。ハロルドって言うんか、こいつ、右のやつ。なら、ここでの名前はハロルドだな。ハロ？ハルでいい。そっちの方が覚えやすいだよな。ほんとや、覚えやすい。ハルやって。ハロルドって今覚えたばっかなのに、ハルでいいとか言われちゃった。お前ちょっと空気読めよ、お前。俺がちゃんとハロルドって名前覚えたところやぞ、お前。手鼻くじかれたわ。わかった。なんだこれ。え、ヒューは若干髪型変えたかな。そんな気がしてならんな。なんか雰囲気は若干変わったというか、顔を知られているかどうかだな。一応髪型とかは似せてきたが。どういうこと。運が良ければあの施設で寝泊まりもできるかもしれない。まあ少しでも引っかかればとんざらすることにしよう。どんな場所。いろいろ遊んだりするところ。遊べる。やった。じゃあじゃあね、じゃあさ、麻雀とかできる？麻雀、お金かけ合って。あんまりはしゃぎすぎるなよ。あとギャンブルは禁止。エフィーナったらまたギャンブルに。
ハロルド、ハルがいます。ちょっと見てみましょう。嘘つきがやっぱありますね。息をするようにつくとか、もう完全にこのハル、レオのなんか肉親じゃないかなって思ってしまいますね。弟かな。ナイフ持ってる普通にナイフ持ってるやん。青い警備服があり、少し小さくてきついやって、もう贅沢言うな。で、エフィーナが小さなキャンディー、変な味やってキャンディーぐらいまともなの買ってあげろよ、ハル、ハルよ。そんなもんか。必殺とか特殊技みたいなまだ覚えてないんだろうか。5ゴールドだけあるってなんだこれ5ゴールドだけ持っとるってなんだ、なんでわざわざ5ゴールド、ギリーは5ゴールドみたいな感じになったの。金欠なんだな。いらまないでください、いらまないでください。話しかけれる真ん中行こうとしたら話しかけれる。アジュールタウンへようこそ。ここは娯楽施設である。だが今は関係者以外は中には入れない娯楽施設の関係者ってなんやねん。施設の運営とそこで遊ぶ子供たちの、貴様は何者か、名を名乗るがいい。はい、ナンバー3-055ハロルド・ラドフォードであります。ラドフォードやって、ナンバーもそれいいやん。ハロルド・ラドフォードといえば、本日新しく来るという警備員のハロルド・ラドフォードでしょう。兄、そうか、ハロルドよ、君はいくつだ。18です。そうか、18にしてはいくつもの視線をくぐり抜けたようないい目をしているな。え、お前ランバラルな、ランバラルみたいなことを言いおったぞ、この白いやつ。だが酒は飲むんじゃないぞ、そんなことしたら即クビだからな。飲みそう、クビでもいいけん、クビとかがお構いなしに飲みそう。うむ、そちらの子供は。エフィーはパパの。こちらは妹のエフィーナです。そうか、あまり似てないだ。なんだこの黒い猫、兄弟に似てないだけでめちゃくちゃツボってるやん。ボーダーだってあまり似てないんだから、こちらの兄弟のことは言えないでしょう。似てない、似てない。エフィーナ、ツボるんじゃない、こんな面白くない話に。一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。いいぞ。こちらの施設での寝泊まりは可能でありますか。そうだな、この施設のマスターに聞いてみるといいのでは。何か理由が。実は行方不明になった母を探していまして、父もすでに亡くなりました。何も考えず故郷を飛び出し、旅をしながら母を探しています。旅にはお金がかかる、だからこうした短期のバイトをしながら資金を。なるほど、つまりは宿屋を使えばお金がかかる、その分時間もかかると。なんと母親思いな青年か。私からも簡単にお話を入れておこう。マーさんはきっと許しをくれると思うぞ。ありがとうございます。何か困ったことがあれば遠慮なく頼れ。私は兄のトム。僕は弟のマーズです、マースです。トムとマースってなんだこの二人の名前。弟の名前 のランクが高すぎてさ、トムっていう兄の名前がすごいさ、ランク低くてかわいそうになってくるんですけど、この二人を産んだ親の方、ちょっと名前考えてあげてください。トムじゃなくてマーズだったらさ、なんかマーズってマーズっていうさ、火星の英語のマーズにちょっと似とうけどさ、ジュピターみたいな感じにしとけばよかったのにな。ジュピターはマーズぐらいに、マースやけどマーズにしとけばよかったのに。はい、よろしくお願いします。君に幸あらんこと。若干この春っていうかさ、詐欺師でありなければ礼儀正しそう、礼儀正しい演技はできそうなタイプだと見ました。そしてこれ空に飛んでるよ。え、これ空飛んでるよ。雲浮いてるよ。空の上の楽園みたいな感じなんこれ。あ、なんこれ。中二病が効いたらすっごいなんか発作しそうなタイプですね。僕中二病じゃないですけどね。パパって18歳だったの？いや、酒が飲める年だ。このバッジのところに年齢も書いてたからな。あと、あの犬さん喋ったよ。すごいね。犬じゃなくてあれも人間だぞ。昔は姿形で何族だとか何やら種族で
何やら種類で分けられたけどね。今はせめて同一で人間と呼ぶようになった。ということは前作のあのドラゴンと呼ばれた人も人間扱いされるようになったのかな。あと猫のおったな、執事のやつもあれも人間として認められたんだ。あの人と犬の違いは、人は二足歩行で言葉を喋る、それ以外は動物だよ。そんな定義な、そんなガラガラの定義でいいん。つまり人間でも四足歩行を強いられとったら動物扱い、いやそれとったら奴隷みたいだっけ、やめときます。そういう話はやめときます。ドラゴンと人の違いは、人は魔法を使えない、ドラゴンは魔法を使えるか。人は嘘を食べたり不死身だったり壁や床を吸い抜けたりしない。完全に前作のドラゴンの話しとんじゃないか。前作のドラゴン3つとも能力、前作のドラゴンが使いよったぞ。あと寝ぼけて人の頭に火を吹いたりもしない。そんなやつおるか。それドラゴンと、ドラゴンじゃなくて、ドラゴンだからじゃなくてさ、バカだからって感じやな。しかもこのエフィーナの顔、ギクって顔してる。お前か、お前がやったんか今の。マスターって人探すか。どんな人か聞くの忘れたな。じゃあ聞きに帰ろう。どんな人なんすか。あ、そうじゃないっす、そうじゃないっす。トムさん、あ、聞かえよ。性格物的なんだから聞けよ。謎の回答また現れる、と大きく書かれた新聞がある。あ、じゃあこの警備隊の人たち、もしかしてこの回答を捕まえるために並んどん。警備ション、そういうパターンのやつ。え、有機施設にそんなお宝あるん。すごいな。とりあえず部屋を一つ一つ調べていくパターンのやつや。なんもないな。あ、これ本当になんか麻雀とか、あ、麻雀じゃないけどこれなんか怪事で見たことある。エスポールの中でこんなんがあったような感じで、チェックセットオープンとか言うてさ、やるんよな。で真ん中なのに使ったカードを入れなあかんっていうルールがあってさ、はあ、目が死んでる。みんな目が死んでる。多分バレーボールやりよったんだろうな。でもみんな死んどるよ、目が。お、こっちはバーテンダーや。カードがある。まあ、トランプじゃないか。完全にポーカーやるために用意したもみたいな感じになってますね。ちゃんと片付けようぜ、ケースに。完全に大人向けの娯楽やん。もう大人向けでもあるんだ。遊戯施設って聞いたけんさ、子供を遊べるために家族で来るようなもんかと思ったらさ、完全に大人の領域っていうのがあるんや。すごいな。あ、上か。じゃあそのまますぐ行こう。あ、舞台やん。教会みたいな感じに十字架立ってますね。え、お祈りでもするんか。お祈りか。宝くじの一等が当たりますように。どうしようかな。こっち何？あ、影が上がってる。今の部分絶対この辺りや。架空の場所じゃん。扉だけつけて鍵閉めて先に行っても部屋なんかないですよみたいな、そういうトラップ作ろうとしてる。あ、ここの遊戯室で作った人はすっごい嫌らしい。4つも部屋がある。あ、これ個室か。てかマスターどこやねん。雇い主どこやねん。寝れるん、これもしかして。寝れんか。寝る場所、あ、前作で言う建物があったやん、寝れるところ。あそこの代わりの部分がなんか寝泊まりしてもいいか聞きに行くところがあったけん、このどこかが自分らの部屋になって回復できるようになるんかな。あ、ここか、一番左か。覚えとこう。それよりマスターだよ。マスターどこ行ったん。マスタード、ケチャップじゃなくてマスタード、マスタード、マスタード醤油、マスタード。うわ、ここもなんか若干誰かが今でも止まってますよみたいな雰囲気出てる。誰かの飲み残しがある。高そうなお酒だ。飲んでしまいそう、飲んでしまいそう、見てたら飲んでしまいそう。人のもの、おっ、マスターか、これと貴様が私のマスターが。あら、お客さんかしら。ここは遊べる場所じゃないわよ。知ってるわ、遊びに来たんちゃうわ。でかい、え、胸が、おっぱいが、
え、フィーナちゃん、そういうおっぱいとか気にするタイプにやってきたか。年頃だな。失礼いたします。本日こちらに短期警備員として雇われたハロルドと申します。マスターと呼ばれる方を探しているのですが、何分初めてでどのような人かもよくわからなくて。あら、そうなんだ。マスターは女性で顔に包帯を巻いているはお前じゃないのか。これは包帯ではないんか。これは包帯じゃない。傷？それとも髪の毛、前髪だけ赤く染んでたもん。何それ、ブラックジャックのパクリみたいな髪型しやがって。てか胸大きいな、本当に。おっぱいでかい。いいぐらいあるんちゃうか。これめちゃくちゃすごいところ見てるけどね。一目見たらすぐに分かるんじゃないかしら。はい、ありがとうございます。じゃあお前誰だよ。関係者以外立ち入り禁止でさ、ここにおったら危ないんですよ。あなた関係者ですか？ちゃんと関係者ですか？新しい警備員を若い子って聞いてたけど、あなたは全部とおさびているのね。お褒めいただき、公平であります。ふっ、少し前に外出したから、まだ帰ってきてないかもしれないけど、マジかよ。あまり長く外に出ることはないから、施設内を歩いていったらそのうち会えるんじゃないかしら。変なお客がいることも多くて大変だろうけど、お仕事頑張ってね。めちゃ優しい。めちゃ優しくておっぱいでかいとか、めちゃくちゃ女性としてレベル高い、好かれやすいタイプですよ。その髪型さえなければ、そのブラックジャックのパクリみたいな髪型さえなければ。はい、ありがとうございました。前髪だけ赤くするって、最近のセンスはわからん。木馬だ。拷問器具かな。上に乗せて縛いたりするんかな。本が並んでる。それだけか。この先は行けんよな。じゃあもう部屋全部見たんじゃないかな。見たな。見てしまったな。部屋全部見てしまったわ。ないわな。まさか誰も開けてないのに鍵が入ってない。そんなわけないよな。じゃあ今回のパートはここまでにします。ハロじゃないわ、ハルや。ハロルズなんやけどさ、略してハロになってしまいそうやもんな。俺ガンダム好きやけん。というわけで今回はこの辺でライドの第2話っていうか第2部スタートしました。次回からよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で仕上げ。やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。